いらっしゃいませ。あ、本日はフルコースディナーをご予約いただき誠にありがとうございます。あ、本日はフルコースディナーということで、一品一品出していきますので、先に伺うんですけども、はい、何か苦手なものはございますか？あ、苦手なものですか？はい、何でも。あ、はい、そうですね、基本的には大丈夫なんですけど。はい。あ、女は苦手ですね。すいません、はい、女は、はい、食材で苦手なの、アレルギーとかそういった、そっち系の苦手ではなくです。うわ、これどうしよう。いや、これどうしよう。あ、そうですよね、すいませんでしたって笑ってごまかすか、ブチギレて帰るか、どっちかやな、これ。そうせな、これ収まり期間ぐらい恥ずかしいよ、これ。この人今、迷ってんねやろな。二択で迷ってんねやろな。うわ、すいませんでした、勘違いしてまいりましたのパターンでいくか、何事もなかったかのように、ああ、全然苦手なもんないですって、多分どっちかで迷ってんねやろな。なんじゃいこの店、お前なんこの店、お前なんやこの店は、こういう店なんか、これ、この店はお前、こういう店なんだよ、こら、二度と来やがるな、こんな店。俺は、この店に、二度と来やがるな、こら、俺。思ってる二択とちゃうかった。どんな二択やったんやろ。チャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネル登録するにあたり、何か苦手なものはありますか？だから女は、あ、そういうことじゃなくて、おらー、ジャルジャルタワー。